マネーサトライドをご覧の皆様こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井博です。エミンの月間為替相場見通し12月号をお送りします。今回は米ドル円とメキシコペソ円についてエミンさんに解説をしていただきます。なおこちらの動画は12月10日に撮影をしております。新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の影響も受けたマーケットとなりました。米ドル円もこの1ヶ月で大きく動きましたよね。そうです、はい、大きく動いてます、はい、今後の動きについてエミンさんはどうお考えですか？はい、はい、皆さんこんにちは、エミンユルマズです、はい、今日はそうなんですよね、今日10日で重要な日ですよね。そうですね。アメリカの CPI、消費者物価指数が今日発表されます、はい。まあ、今日の CPI がやっぱり強ければ来年の利上げ、今ですね、一部ではもう来年はもう3回ぐらい利上げしないといけないんじゃないかという見方もありますので、はい、まあ、それによっても結構この、まあ、相場全体、まあ、あのドル円もちろんそうなんですけど株式市場等々もかなあの影響を受けますので、はい、結構重要ですね今日のデータ、ね、ということでですね、ちょっと米ドルの動き、まあ、特に12月ですね、年末の動きを決める要因いくつか持ってきました、はい、ここに、まあ、まずですね、まあ、消費者物価指数の発表に、まあ、今日は注目しなきゃいけないんですけれども、ちょっと足元でですね、原油価格は下がってます、はい、でこの原油価格の下落がインフレ上昇圧力を和らげるかどうかっていうのは今後のポイントですね、はい、でこれが一旦ですね、85ドル手前まで行ってから、うん、大きくですね、調整しまして今72ドルに来ているという状況、はい、まあ、ここは結構バイデン政権も原油価格の高騰を懸念していたんで、まあ、アメリカの原油生産企業に対しても増産するように、さらにですね、OPEC プラスに対して増産するようにと、まあ、産油国にね、はい、というふうに言っていて、一方で OPEC プラスは当然ながら、まあ、あんまり増産して価格が落ちてほしくないので、まあ、彼らはまあ緩やかに増産させますよという話なんですが、はい、まあ、ここで大きくやはり落ちたのは、まあ、オミクロン株が出て、うん、またロックダウンが来るんじゃないかということで、この WTI が大きく落ちました。でこれが名目インフレの圧力、まあ、上昇圧力を和らげることになるかっていうのがまずポイントなんですね、はい、で私はおそらくなると思います。なるほど、うん、ただし、まあ、じゃあ何パーセント、まあ、70ドルに72ドルに落ちたところで、うん、まあ、ちょっと何パーセントぐらいそれが今後のインフレ、まあ、例えば今 6.8% だったとしたら今日の数字がね、でそれがじゃあ 5% 台まで後退するのかというとちょっと難しいかなと、うん、もしくはそうなった場合でもそれでもまだ高いんですよね。だって 2% を目標にしてますからね、うん、というのは一つですね、ポイント。でこれがもちろん50ドルまで下がってくればこれまた全然違うと思います、うん、そうすると FRB が急いで、まあ、利上げとかの引き締めやらなくても良くなります、うん、それはその通りだと思います。実はですね、米ドルって季節要因があるの知ってます？あ、それは12月はどうなんですか？そう、12月ね、実は弱いんですよ。なるほど、うん、アメリカドルって基本的に12月は弱いんですが、ただ、うん、対円ではですね、ちょっとこれバラバラなんですよね、歴史、まあ、ヒストリカルで見ても対円に関してはちょっと読めないとこがあって、弱い時もあれば強い時もある。ただし例えばユーロとかポンドとか、まあ、他の主要通貨に関しては基本的に12月っていうのはドルが弱いんですよ、うんうん、なので、まあ、日本円はちょっと何とも言えないけれども、全般的に弱いっていうことは、まあ、日本円もおそらくまあレンジ相場かなと、年末という感じはいたします。でもう一つですね、要因として地政学テンション、はい、これ分かります？どんなものなのか。リスク地政学、まあ、つまりアメリカと中国の対立ですね、うん、はい、で直近ではアメリカが北京オリンピックを外交ボイコットすると、うん、いうふうにもう発表しまして、はい、まあ、それに対して今中国が怒って反発してます、うん、でこのテンションがもし何らかのまた別の事件がきっかけで高まる可能性は十分あり得るので、年末年始はそうなった場合にはこれは基本的にドル高要因ですね、うん、そしてですね、ラストこのコロナの変異株、はい、変異株は基本的にこれドル売り要因です、うん、まあ、ちょっと今回のオミクロン株に関しては、まあ、今のところももちろん情報が 100% 出てるわけではないですが、うん、まあ、そこまで危険じゃないんじゃないかという見方が一応、まあ、最初のなんかパニックモードが一旦終わりましたよね、はい、なので、
そこまで、皆さん、いろんな各国が、ロックダウンやったりはしてるけど、多分このオミクロン株がなくてもやってたと思います、なぜならば、冬なんでね、どの道というようなことはありますので、ただこれがもし例えば、思った以上に危険だったとかっていう話になると、これがドル売り要因なんですね。つまりまとめますと、いろんな意味でまず地政学テンション、ドル買い要因、コロナの変異株はドル売り要因、季節要因というのは基本的に12月はドルが弱い、ドル売りで、原油価格の下落っていうのは、間接的にもしこのもうちょっと下がれば FRB の緩和継続の口実にはなり得るので、そうするとドル売り要因にはなります。ただし結局は大事なのは今日の CPI、今日の CPI が強ければこれは来年の利上げというのは期待できるということなので、基本的にはドルが買われるということなんですね。つまりちょっと複雑なんですが、全般的にはドル高傾向が続くのかなという感じ、少なくとも大円では。ちょっと12月他の通貨に関してはちょっと皆さん気をつけた方がいいけれども、大円ではとりあえずレンジかなという気はします。前回も言ったように、そのドル高傾向はそうなんだけど、じゃあその大きく円高に振るというシナリオはないかというと、スーパーリスクオフ的な話ですね。なのでちょっとこのオミクロン株が突然出てきたのが、ちょっとしたスーパーリスクオフ的なイベントとして最初は見られたんだけど、ただそこまで懸念するものではないって言ってちょっと戻してきてるので、じゃあ今後ちょっとスーパーリスクオフ的なイベントは何かというと、ちょっと今から予想は難しいけれども、例えば中国の不動産市場の関連でなんか大きい動き、引き続き恒大集団は破綻寸前って言われてますし、他の中国の大きい大手デベロッパーも結構破綻しているのがあるので、このあたりの部分とかですね、もしくはですね、これはもう一つ実はそのリスク要因としてあるのは、暗号通貨ですね。暗号通貨も今規模が大きいの で、暗号通貨市場でもし大きな暴落があれば、これもリスクオフのトリガーになることは十分考えられますので、そうすると一気に円高に振れる。ただしそれ以外では基本的に、今後もドル高継続だというふうに私は考えています。なるほど。エミさん以前もお話しされてたように、金利が上がっても景気が良くならない、悪いインフレを避けるにはどのような金融政策が有効になるとお考えですか？そうですね、これはだから緩やかに正常化させるしかないんですよね。一気に上げたら上げたで今度本当に景気がクラッシュしてしまいますので、ただ本来であればちょっと遅いんですよ FRB も。だからこのタイミングじゃなくて、もう年初から本当は正常化させるで、ちょっとずつ利上げもして、少しこう、つまり何か大きいブラックスワン的なイベントがあった時に使える玉が欲しいんですよね。今それがないんです、余裕が、例えば政策金利が 2% とか 3% あれば、何かあった時にはそれをカットすることはできるんですけど、利下げすることはできるけど、もうすでに 0% なんだね。だから残念ながらちょっとこう動きが遅いと、でさらにもしちょっと今コモディティ価格が下がってきているので、これはちょっとインフレがこの辺りでピークアウトする可能性もあります。例えば今月の数字でピークアウトとかね、十分は考えられるので、そうすると後々に見ると、逆に引き締めを急いだことが政策エラーだったと言われかねないですよね。FRB も難しい立場だと思います。ここは一つ、だからアメリカの資産バブルもかなり膨らんでいるので、あんまり強く今度引き締めやると、そのバブルに針を刺すことになるし、逆にやらないと今度インフレが高いままで来年の中間選挙で民主党は戦えないので、ちょっと難しい立場に置かれているのかなって気はしますね。なるほど、ありがとうございます。では今後1ヶ月の米ドルの見通しはいかがお考えですか？はい、私は113円から 115.5 ぐらいかなと、ちょっとレンジではありますが、基本的にはそんなにドルが弱まるとも思わないし、年末要因もあるのでそんなに強くなるとも思わないので、このあたりでね、少しレンジで動くかなというふうに思います。後編ではメキシコペソへの見通しをお話しします。よろしければ皆様からのコメントや高評価をお待ちしております。ご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございました。